こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は人気 YouTuber タニヤンこと谷崎貴人さんについてお話ししたいと思います。はい、あのフードファイターでもあり料理系の YouTuber ですね、タニヤン、皆さんご存知ですか？はい、あの私がねタニヤンさんを知ったのはあのね、どういうね夕飯ねレシピ何にしようかななんて思ってた時に、あの料理を持ったねあのタニヤンさんのねサムネが出てきたので、あのねこの方は料理系のね YouTuber なのかなと思ってね見てたんですが、もうあのフードファイターですね。すっごいあのよく食べるタニヤンさんだったんですね。はい、でもちろんあの料理のねレシピなんかもすっごい細かく丁寧にされていて、見やすいですよ。編集もすっごく綺麗。はい、もうほんと参考になる動画ですね。はい、もうね料理の仕方とか説明とかね参考になることばかりです。はい、もう普通のね私みたいなね主婦なんかじゃね歯が立たないぐらいね素晴らしい料理人だなと思ってます。はい、そうですね、もうねほんとね、あとはねタニヤンさんのいいところがね本当に美味しそうにね料理を食べるんですよ。はい、なんか何でもね撮影するねなんか3日前ぐらいからなんかね食べ物を食べないとかねおっしゃってますけど、本当に美味しそうに食べてね美味しそうにビールを飲むというのがねなんかもうちょっと可愛いななんて思っちゃいますよね。はい、ということで今日は、料理系 YouTuber とフードファイターの、タニヤンさんをご紹介しました。ご清聴ありがとうございました。